混論石の戦いとは、日中戦争中の1939年12月17日から1940年1月中旬頃までの間、厚生省の混論石周辺の陣地をめぐって行われた戦闘である。南米奪回を目指す中国軍の攻勢を受け、日本軍は激戦の末に混論石から後退したが、南米への進攻は食い止めた。 1939年11月、日本軍は延焼ルート遮断のため、厚生省に上陸して南寧を占領した。この動きに対し中国側は、劉州、紀王方面への進行の恐れと、通院からの補給路遮断の二つの脅威を感じていた。11月下旬に、冬季構成を発令していた国民政府軍事委員長、小海石は、下中方面などから、 多数の部隊を転用、南化させて、南寧の脱回に乗り出した。各方面から転用された中国軍約19個市が、南寧方面に集まり、従来経緯に使用されなかった、機械化部隊の、第五軍や航空部隊なども投入された。12月7日頃、第五師団長、今村人志中将は、現地の住民から、 中国軍10万人が前進してくるという情報を耳にしていたが、南年北方の山岳地帯を10万の大軍が通過できるはずがないと判断し、これに関心を払わなかった。そして、追い川失態を、普通院国境に近い琉州の攻略へ向かわせた12月17日、南年北東50キロ付近に突出した、混龍関の日本軍陣地に、中国軍の大部隊が押し寄せてきた。 南嶺の北方は標高300から500メートルの昇降地が多く、作装した山地帯になっている。道路は南嶺から北上して竹なるへ通じる道路と北東方向へ伸びて頻火へ通じる品霊工事の2本がある。前者は大高峰深氏が品霊工事は混乱石がそれぞれ関門となっている。品霊工事沿いには 10から20キロおきに小集落が点在している。対戦車戦闘には94式速射砲、改造38式野砲、41式散砲などを使用。総指揮官競輪行営主任、白、高敷中国軍の T-26 系戦車。12月16日、混乱関の松本大隊前面の高地に、陣地工事を行う中国兵が姿を現し、 戦車14両や3方も確認された。12月17日夜、中国軍は攻撃を開始した。翌18日には戦車3両が接近し、松本大隊はその戦闘車を格座させた。12月18日、増援のため不評、第21連隊が南寧から混乱関へ派遣された。松本大隊を指揮下に入れた連隊は、19日から、 攻撃を開始したが、全面、両翼の高地から中国軍に包囲され、戦車も前進してきたため攻撃は頓挫してしまった。その上、後方連絡船が中国軍に遮断されたため、追及中の部隊も包囲され、補給が受けられなくなった、三木部隊は攻撃一日目で完全に孤立した。十二月十九日、中国軍は、混乱関方面だけでなく、 南年北方の大高峰深市にも、戦車4両、砲数門を伴った約1000人で攻撃を加えてきた。不評第41連隊が出撃し、20日仏行、南北から敵を不意吸収して改装させた。以後、中国軍はこの方面では特に動きを見せなくなった。12月20日、今村中将は、中村正雄少将の指揮する。 中村死体を旧島へ派遣させた。中村死体は五島付近で中国軍に前進を阻止され、その撃退後も残りの25キロの道のりは困難を伴った。12月21日、中国軍は兵力を増やしながら三木部隊の包囲圧迫し、連隊本部のある旧島部落内にも中国兵が侵入していた。三木部隊は弾薬が欠乏したため、 空中補給を要請した。日本海軍機3機が8島付近へ弾薬を投下したが、敵の10以下にある地上部隊は回収できなかった。一方、中国空軍機は反復して、日本軍への対地中爆撃を繰り返していた。夜になると、中国軍の栄誉第一子が戦車と共に最北端の陣地へ来襲し、その一角を占領した。 陣地守備隊は、銃剣と竹槍で応戦していたが、全員が死傷したためついに陣地は陥落した。終夜、第一戦は、両軍が入り乱れての作戦状態で、中国兵が、同志打ちするほどの混戦となった。12月22日、台湾混成旅団長、塩田忠七少将は、今村中将に、兵力の派遣を申し出た。 今村中将はこの申し出を受け、12月23日に台湾府標第一連隊は南寧を出発した。七島付近を前進中の中村市隊長は、左方に貫通重装を受け、応急手当を受けて前進を再開した。三木部隊では、食料も弾薬も、ほとんどなくなり、弾薬のなくなった迫撃砲は地中に埋められた。中国軍は、 三角山に、砲兵観測所を前進させ、日本軍陣地へ銃、重砲各種火砲の正確な猛射を行った。連隊本部付近にも迫撃砲の砲撃が集中し、軍機の捧ぐ焼きも準備された。また、左翼陣地にも中国兵が殺到し、日本軍の西側防衛線は、崩壊寸前となった。南寧の今村中将は、 九東方面で決戦を行うことに決め、流州の及川かは死体に急いで、南礼へ帰還するよう命令した。12月24日、中村死体は、前夜から七島付近を強行突破し九島に到着、出発から五日目で、三木部隊と合流した。また、林部隊は六島に到着し、付近の敵陣地を攻撃した。 しかしこの日、中村市隊長は旧東西側の高地で敵場を視察しているところを敵の狙撃を受けて腹部貫通の重傷を負った。夜になると中国軍の銃砲、迫撃砲の集中射撃が始まったが、その砲撃下で中村市隊長の手術が行われた。しかし、手術終了後も医薬品の不足などから、 幼体の悪化は止められず、翌25日朝に中村正夫少将は戦死した。田村山には砲撃に肌接して1000人以上の中国兵が手榴弾を投げながら突入し、やがて白兵戦となった。田村さんの守備隊はこれまで20回以上的攻撃を撃退し残り38人となっていたが、12月24日ついに全員が戦死した。 12月25日、坂田源一大佐が九頭へ到着し、全部隊は坂田大佐の指揮下に入った。中国軍機は南米を爆撃し、続いて九頭にも対地攻撃を行ったため死傷者が出た。夜になり、機関銃弾6万発、小銃弾4万発を持った部隊が到着し、日本軍の前線の戦力が回復した。26日、 27日には中国軍が数度野襲を行ったが日本軍に撃退された。12月28日には台湾混成旅団から派遣された台湾不評第二連隊と林部隊が旧党の坂田部隊に合流した。12月28日夜中国軍は北東端の高地に反復攻撃をかけ一角を占領した。 翌12月29日には、砲撃とともに1500以上の中国兵が押し寄せ、わずか1個小隊のみが守備していた日の丸高地とその、隣の津田山高地を奪取した。この夜、梶渡ワタの日本人民反戦同盟が、両高地に、覚醒マイクを据え反戦放送を開始した。12月30日、中国軍は兵力を増加させ、 午後には戦車を伴った中国兵4000から5000人が一挙に日本軍を押し潰そうと一斉に前進してきた。敵の榴弾砲や野山砲が的確なのに対し弾薬を打ち尽くしていた日本軍は敵砲兵陣地が見えていてもなす術がなかった。三木連隊長は坂田氏隊長に対して戦線を整理し今村兵団の構成が始まるまでは兵力を 温存させることを愚心した。こうして、混論石の放棄が決定され、日本軍部隊は、12月31日の朝までに旧、党の陣地へ交代した。この時、すでに埋めていた、野砲兵第五連隊の野砲三門は掘り出して、運ぶことができず、ついに埋めたまま後方へ集結しなければならなかった。こうして、日本軍は旧党の戦線で1940年を、 迎えた。今村中将は、自ら出撃して、決戦を行おうと決意し、及川死体の南寧帰着を待っていた。第五師団の苦戦は、大本営や、第21軍軍司令部を有料させていた。第21軍主力は、関東北方で、応援作戦を実施中であったが、南寧方面の戦況悪化から、作戦は早期に打ち切られることになった。 12月29日、上級司令部の幕僚たちが、南寧の第5師団司令部を訪れ、今後の作戦を協議した。幕僚たちからは、防衛ラインを南寧近くまで下げることを、提案されたが、今村中将はこれを拒否した。協議の結果、今村中将の主張する通り、第5師団は、今の位置を維持し、反撃作戦が始まるまで、 中国軍を引き付けておくこととなった。1月1日、前線の坂田主体に代わり旧島付近での防御戦闘を命じられた追川主体は八島へ到着して陣地構築を開始した。この時、中国軍から露革した正確な地図を入手したため、それまで作戦に祖語をきたしていた空地の連絡などが改善した。1月3日、 坂田市体は旧島から八島南側地区へ交代した。この時の撤退は敵に気づかれないよう行われたため追撃されることはなく中国軍は無人の陣地に攻撃し続けていた。1月6日、三木部隊は南令へ帰還し戦闘を終えた。追い川市体はその後1月下中まで八島付近で防御戦闘を行った。 そして1月28日から日本軍は貧美へ向けて反抗作戦を実施し南年方面から中国軍主力を撃退した12月18日から1月6日までの未期部隊の損害は戦死376戦勝755戦死不明37であったまた1月1日から1月27日までの多いかは死体の損害は 戦死 112, 戦勝481であった。その総計は、死傷1761であるが、松本大隊を除く、不評第42連隊主力の損害は不明である。中国側の損害は、第5軍だけで戦死約5600、負傷約11100、生死不明約800であった。 この他に、主行を担当した第66軍と第99軍は、戦死5079、負傷約6200、生死不明約560であり、3個軍の損害は、合わせて約29,339であった。ありがとうございます。